人の子は穀倉に女神デメテルが司る穀物というものを保管している。デメテルはあの世の謎についても担当しているな。ハデスがいるから彼女には無意味な仕事ばかり与えたのだ。二つを一緒にするか。あの世の謎は穀類とほぼ同じだろう。この盾はアテナの戦術がアレスのそれより戦略的で堅実であることを思い起こさせる。それに役に立つ。トロイア戦争を思い出してみろ。あの子専用のフルート奏者が戦場でいつも演奏していた戦いの曲に合わせてアレスを踏みつけたんだ。オレステスの剣だ。アテナは彼の裁判の裁判官を務め、復讐の女神はその判決を受け入れざるを得なかった。いいか、アテナは私の頭から生まれたんだぞ。あの子が話すときは誰もが耳を傾ける。それじゃちゃんとした捧げ物ね。アテナの賢明な判断のシンボル、フクロウの鍵がふさわしいと思う。見て、アテナ、これがあなたよ。あなたが戻るべき姿。だが私も常に正しかったわけではない。それにゼウスがいつも横槍を入れてきた。あなたには自信があった。自分で道を選んでた。全てにうなずいてたら最後には継ぎはぎの何かに従うことになるわ。その通りだ。私の方がよく分かっていた。ゼウスに指図されるのは本当にイライラした。アテナ、何を言っとるんだ。こんなことはありえない。私はただ手助けを。口を出すのが好きだからな。だが同時に重荷だった。いろいろなことを知り決断する、あの責任を再び負う覚悟があるかどうか。今度は一緒に立ち向かおう。でもまず元のあなたに戻らなくちゃね。ああ、もう一度大きくならなくてはな。自分の全てが必要だ。私の最後の祝福だ。お前にふさわしい。来い。
さ、私のエッセンスへの道を開いた。だが、この先は本当に怖いぞ。あなたの勇者に任せて。神々の広間で待っててくれる？できたらな。私が小さいことをヘルメスがからかわないといいのだが。小さくなんかない。賢くてすごい力を持ってる。私たちに手を出したこと、テュポンに後悔させてやりましょう。ああ、そうだな。私たちは団結して、あのアホ面に一発くれてやる。これは正しい判断か？私にはね。あとヘルメスが何かしてきたら膝を蹴ればいいわ。ちょうどいい高さでしょ。いつだってただの提案だったんだ。アテナが言ったのか？今のあの子は本来のあの子じゃない。感情的になっとるんだ。話す一方ではなく、たまには娘の話を聞いてみたらどうだ。頼む、プロメテウス。作り話だと言ってくれ。これが真実だ、ゼウス。私は父親だぞ。確かにな。だが、だからといってやり方を全て指図する権利はない。彼女の方がふさわしい場合は特にだ。エッセンスなしでは計画を立てられない。英雄だけでは不十分だ。だけでなく聞いてほしいんだ、ゼウス。私の判断を信じて。私なら導ける。アテナの像が一人きりなんて。いつも英雄を助けてきたんだもの。彼らと一緒じゃなきゃおかしいわ。
もか。フィニックスはハッとした。アテナのエッセンスがティポンに蝕まれている。アイギスの蛇の髪を持つ者に命が吹き込まれていた。私の輝きに良くすることも触れることもならん。アレスは何を考えていた？バカめ。やり方を示さねば。私のやり方を。養う。今やこの島で孤独に死にゆく身ではないか。
間違いを犯した。違う、他の者たちが間違っているの。私の戦略があれば無敵だ。だけが判断するにふさわしい。アフロディーテ、うぬぼれやが。
話を聞いてくれ。私は正しいんだ。私のエッセンスは手に入ったか？計画通りよ。準備はいい？いいと思う。人間はまた一つになる。皆を導くあなたのその教えで。まあ正直もう少し早くできただろうとは思うが、それとお前が身につけているその翼には安全上問題がある。ダイダロスの設計は粗悪で検討も不十分だ。それについて話し合っていたのに、ヘルメス、お前というやつは。うわ、出た。アテナはいつも何かしら言うんだよな。わ、アテナ戻って嬉しい。でも多分ああ、おそらく私は全ての判断を思慮深くしないとだな。私本当にあなたに憧れてるの。批判的だけど賢くもある。大抵は。ありがとう。では改めて賢明な計画を共に考えよう。だがやはりキュポンには一発食らわせる。いいな。批判的で手厳しく頑固ですらあることが常に欠点とは限らないとフィニックスは学んだ。それは誤りを拒む際に必要な自信を与えてくれるのだ。常に正しくあろうとするより、アテナの言うことをもっと聞くべきだったのかもしれんな。つまり偉大なるゼウスも完璧ではないと。ああ、いや、そういうことじゃない。私の判断は常に素晴らしい。お前は私を鎖で岩に縛りつけたじゃないか。毎日わしが肝臓をつつきに来るんだぞ。わかってる。エレクトラムを使いたい気分じゃない？
戻った気分はどう？ああ、いい。少し湿っぽいな。文句じゃない。批判でもないが、もう少し壁を立てておくべきだったな。キポンを倒す計画があるんでしょ？おう、そうだ。その前にいくつかのことを片付けてからな。キポンと戦うにあたり、私には奴を打ち負かす完璧な戦略があった。だが攻め込もうとしたその時、オゾメネというハーピーに襲われたのだ。その隙にテュポンが私を子供に変えた。オゾメネは薄汚れた鍵爪で子供の私をテュポンから遠ざけた。なんとか逃げ出したが、奴はまだどこかにいる。オゾメネはもう手を出せない。私が見つけて倒すから。ほう、そんな簡単に？もちろん。私はあなたの勇者でしょ。厳密には違うな。お前は道を終わらせていない。だが私はもっと柔軟になろうと思う。だから行くがよい、勇者よ。未来のどうだ？最高では、すぐに行け。英雄の仕事をなすのだ。うまくやれるはずだ。私が妥協しなかったらどうする？完全な勇者の称号を手にしたいの。ほう、ヘラクレス、オデュッセウス、アタランテ、そしてアキレスの上を行け。そんなものはいないだろうがな。私の基準は高いぞ。もしその4人を超えてたら？ならば聞こう。故郷にお前の像はあるのか？私の像なんてないわ。では仮に起こりそうもなく限りなく不可能に近いが、私を感心させることがあれば何とかしなければな。私の像も訪ねてみてくれ。そこで見つかるはずだ。お前を奮い立たせるものが。